次は、とっても面白い定理です。円周角の定理、と言います。円があって、このように、円周上に二つの点があるとします。この弧に注目します。ここから、中心に作ったこの角を、中心角と言います。そのまんまですね。わはは。そうなのです。そして、この2点から、この、反対側の円周に作った角を、円周角と言います。この時、この、中心角が60度なら、円周角が、半分の30度になっているのです。面白いですね。でも、この点が、この辺りに来ていても、角度は半分ですか？そうなんです。この円周のどの部分に来ていても、この中心角の半分の大きさになるのです。例えば、ここに来ていても、角の大きさは半分になっているのです。ただし、この部分、つまり、着目しているこの上に来ているときは、ダメです。式で言います。角 P イコール、2分の1、角 AOB。さらに、角 P イコール、角 Q となります。これを、円周角の定理、と言います。それでは、円周角の定理を証明しましょう。まず、ちょっと復習しましょう。このように、三角形があって、このように外角を作ったとき、この二つの内角を合わせた大きさになっている、という定理がありました。この定理が、この、円周角の定理に、そのまま使われています。では、証明に入ります。このように、中心を通って直線を引き、この点を S とします。この三角形に注目します。半径はどこでも等しいから、これは二等辺三角形になっています。だから、この角とこの角が等しくなっています。この角の大きさを A とします。すると、さっきの三角形の外角の定理より、この二つの内角を合わせたものが、この角になっています。つまりは、この角の大きさは 2A となっています。同様に、こちらも二等辺三角形ですので、こことここの角は等しく、その大きさを B とします。この角も B となり、結局、ここは 2B となります。つまり、この円周角は A プラス B となり、こちらの中心角は 2A プラス 2B となります。これは2でくくると2括弧 A プラス B となります。つまり、この円周角の2倍になっていると言えるのです。つまり、円周角は、中心角の半分の大きさになっている、となります。証明終わり。さて、この、円周角の定理において、特に、この、中心角がどんどん広がって、このように、180度になった場合には、円周角は、その半分で、90度、つまり、直角になることがわかります。直径に対する円周角は90度。と覚えておきましょう。